ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、ブレードランナー。監督は、リドリー・スコット。1982年の作品です。環境破壊により、地球全土に酸の雨が降り注ぐ、荒廃した未来。レプリカントと呼ばれる人造人間の奴隷労働により、人類は惑星改造を進めて、宇宙への進出を果たしますが、人類よりはるかに強靭なレプリカントの一部が反乱を起こします。ブレードランナーと呼ばれる、レプリカントと人類を区別し、彼らを倒す能力を持った、デッカートの活躍と苦悩の物語です。出演は、ハリソン・フォード、ルドガー・ハワー、ショーン・ヤングほか、キサイ・フィリップ・ケイ・ディック原作の初映画化作品、ディレクターカット版を含め、複数のバージョンが存在し、それぞれ微妙に違うニュアンスと特徴があります。あなたはどれがお好みですか？最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。